パパです。つばです。今日はステッカーが完成しました。おーおーせーの、おーもっとあれでいいわ、松岡くん、そう、おーほら、いいでしょ。今日の松岡くんがドラムやりながらこう回してるのかって話したじゃん。忘れちゃった。はい、今日は、ついにチャット GPT を使ってね、前回、ステッカーの作り方の動画を撮ったんだけど、実際の僕たちのステッカーを、まあ、妻が作ってくださいと、ね、言ってたんだけど、実はパパ作っちゃいました。はい。なんかね、やっぱね、ちょっと作りたくなってね。いくよ。じゃじゃん。いいじゃん。ちょっと、まず。せーの。おー！松岡くん、おー！東京の松岡くんになって。どうこれ？いいじゃん。似てる、パパとツバとニャーコ。いいじゃん。ツバもさ、なんかこの手のさ、こうなんかニャーコを抱いてる手のさ、もっちょりした感じとかさ、超そっくりじゃない。何もっちょりしてる。もっちょりしてんじゃん、ほらこの手。なんかもっちょりしてんだよね。でさ、ニャーコもね、夫愛だし、パパサングラスかけてヒゲで。どう？いいじゃん。めっちゃよくないこれ。で、後ろが、沖縄。沖縄の海。で、これね、あの、チャット GPT で作ってもらったんだけど、こう、例えば、こう、妻はちょっと大きいから、なんか、一番最初に、45歳のおじさんと、小学4年生の子供と、夫への白猫で、絵を作ってくださいって言って、やったら、妻がちょっと大きかったりとか、中学生ぐらいになったりとか、パパが若すぎたり、ね、この間若すぎたじゃん、うん、とか、ニャーコが夫愛じゃなかったりとかいろいろあって、それをどんどんこう修正して、言葉でどんどん修正していって、これがもう完成。すごい。これめっちゃいいでしょ、うん、で、これね、実はね、パパね、もうこだわりすぎちゃって、これを作るのに、これ、見て。めっちゃやってんじゃん。そう。50枚ぐらい出したよ。やば。やばいでしょ。例えばさ、これとかさ、ね、めっちゃ出してるじゃん。めっちゃ出したわね。これとかもいいでしょ。俺ちょっと大きいじゃんこれ。あ、うん、ちょっと。ね、もうこんな感じでね、50枚以上かな。2、4、6、やと2、4、6、16かける1、2、3、4、5、5、5、6、3、8、80枚。やば。80枚出して完成したのがこちらになります。どうですか？いいじゃん。いい？うん。喜んでる？うん。なんかちょっとリアクションが薄いんだよな。薄くない？リアクションが。大丈夫？よし、じゃあこれで、まあ今回ね、このステッカーパパがこうデザインして作っちゃったんですが、まあ実際に、今日は妻が、イラストを作ります。チャット GPT で。これ今チャット GPT の画面なんだけど、うん、ここのね GPT-4 の DALL-E 3っていうので、ここでメッセージを打ち込むとその通りのイラストができます。で、何作る今日は、うん、何でもいいよ、うん、うん、例えばさ、例えば何でも作れちゃうから、例えばこれギノランマリーナ、うん、ね、こうロゴとかも作れるし、これ作ったのパパ。あ、すごっ。すごいでしょこれ。これさ、結構さ、すごいんだけど、ほら、すごっ。やばいじゃん。これ、何かって言ったら、魔法使いの猫、帽子をかぶっている、手には魔法の杖を持っていて、杖の先端から炎が出ているっていう風に言ったら、うん、これができた。すごっ。めっちゃすごいでしょ。で、あ、これができて、これが、ほら、白猫じゃなかったから、ニャーコ白猫だから、白猫にしてって言ったら、これができた。うん、すごっ。こういうの簡単にできるから。めっちゃいいじゃん。うん、
実際ちょっとツバやってみて、今日やってみる。うん、何作るか、まず何、キャンピングカー。キャンピングカーはね、ちょっと曖昧なんだよね。あの、日本のキャンピングカーとアメリカのキャンピングカーって、うん、形が違うから、もっと動物とかの方が分かりやすいかな。いやー、子以外で何か好きな動物いない？ライオンとか。じゃあ例えばライオンが空を飛んでいるとかどう？いいね。空を飛んでいるライオンとかどう？ツアーなんか集中しないな。どうしたの？鼻がかゆい。鼻かむ一回。大丈夫。大丈夫？よし。どう？そうだ。じゃあ空を飛ぶライオンって言ってね。これ実際打ち込むんだけど言葉でもいけるんで待ってよ。空を飛ぶライオン。入った入った入ったね。でこれでエンターボタンね。いくよ。いい、うん、はい。で今生成中。さあツバが作る空を飛ぶライオンはどうなるでしょう。ちょっとね、生成するまでにちょっと時間かかるんで、それまでちょっと。お、来た。おお、飛んでるからね。やっぱ空を飛ぶだからね。どうする？もうこれ一発でいいのできちゃったね。うん。うん。羽なくしてみる。うん、羽なくしてみる。じゃあ羽をなくしてくださいって言ってよ。行くね。羽をなくしてください。オッケー。羽なくしたらどうなるんだろう。そうだね、勝手にね、空を飛ぶだからさ、勝手に羽生やしちゃったね。勝手に生やしちゃった。かっこいいな。でもこれフライングライオンイメージって書いてある。おお、羽なくなった。羽なくなった。これさ、ちょっと見て、うんうん、これがさ、うんうん、これのまま羽消しただけじゃん。あ、そうじゃない。うん、そう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 、そう、ベースになってるよ。元のやつがベースになってるから、それをベースで作ってくれる。すごいいいじゃん。めっちゃいいじゃん。じゃあこれをホワイトライオンにしてみる、うん、じゃあホワイトライオンにしてくださいって言ってよ。ホワイトライオンにしてください。よし、これどうかな。いいかな。あー、いいね。で、この後一つ思いついちゃった、うん、できたやつにツバ乗ってみたら。あー、いいね。10歳の男の子を乗せてください。おー、かっこよ。めっちゃかっこいいね、これ。めっちゃかっこいいじゃん。これに10歳の男の子を乗せてくださいって言ってよ、うん、ライオンにつけようか、うん、ライオンにね。ライオンに10歳の男の子を乗せてください。あ、しっかり入ったね。よし、これで果たして乗るかどうか。これさ、多分さ、うん、あのサムネでさ、うん、10歳の男の子が書きましたって言ってさ、この出来上がったやつやったらさ、絶対みんなさ、こう自分で書いたと思ってさ、動画再生するだろうね。あ、来た来た。おーおーおーおお。乗ったね。男の子をちょっとなんかもうちょっと可愛くしようか。男の子を可愛くしてくださいって言う。いくよ。男の子を可愛くしてください。 OK。 日本人って言えばよかったね。日本の男の子の日本人。あ、笑ってる。可愛くなった。笑ってる。いいじゃん。うん、いいじゃん。ね、なんかライオンリアルやん。ライオンリアルだね。こんな感じいかがでしょうか。めっちゃいいじゃん。めっちゃいいね、うん、はい、まあ、こんな感じでね、チャット GPT を使っていろいろ作ることができます。これを80回繰り返して、はい、パパが今回この、シューツーバーのステッカーを完成させました。はい、はい。
というわけで今日は以上になります。はい、感想を言ってそれからまたね行きましょう。はい、感想言って、じゃあ感想言ってる間はパパ回すから行くよ。よーい、スタート。チャット GPT は、うん、なんかめっちゃすごい絵をリアルに作ってくれて、うん、言うこと何でも聞いてくれるから、うん、めっちゃすごいと思った。はい、じゃあまたね。できてないだろう、突っ込め。